All night, all night, all night. Kiss my foot, Nippon, too. Nippon. Kiss my foot, all too. Night, Nippon, premium, premium. All night, Nippon, premium.こんばんは、キスマイフト2の北山博光でーす。玉森裕太でーす。二階堂隆でーす。さあ、今夜はね、この3人でお送りしたいと思いますよ。はい、パチ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 。あ、最後のパチをちょっと噛むぐらいパチ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 。ねえ。ちょっと俺今日一日二階堂さんとお仕事一緒だった。一緒でした。ちょっとずっと気になってることがあったんですね。ほ、二階堂さんに？はい。だからもう今日結構寒いじゃないですか。寒い。寒いね。世間は3連休で。ねえ。気温もぐっと下がって、いや一気に下がったね本当に。うん、気になってることがあるんですけど、寒いもん。なんでしょう。二階堂さん、いまだにサンダルなんですよね。ああ確かに。いやだから俺マジでと思って。俺ね靴履けないんだよ。え？靴下に縛られたくないの。俺のこの生活を、うん、靴下に縛られたくない。なんかね。息苦しくなっちゃう。なるほどね。え？やっとだって長ズボン長袖よ。まあね、半袖短パンの方がまあ楽っちゃ楽だけど、うん、いやもうだから結構目立っちゃってさ。そうだよね、うん、B さんに近くない？しかもそれめっちゃ足寒いだよね。だよね、めっちゃ寒い。でなんで履いてんの？だからその寒いじゃん、息苦しくなる。俺の足が足も呼吸してるから。してる。なるほどね。いやだから歩くとさ、このね、季節に反してずっとカツカツなってるわけですよ、うん。トイレ行く時とかもさ。でも誰かわかるでしょ。必要あるそれ。カツカツある、うん、今日スタッフさん二度見してたもんね。二かな、してた。え、なんでみたいな。どうしたんだろうスタッフさん。でもセッタじゃないだけまだいいでしょ。二か夏セッタで、セッタ冬 B さん。冬 B さんっておかしいよね。いや俺寒いよ本当に。爪ピカピカだね。あ、そうなんですか。足の爪ピカピカだね。本当だ。何これ、磨き、艶がすごい。磨きかけてるんですか。ニス、ニス、ニス。コーティング。コーティング、ニス、なんだっけそれ。ね、ネイル、ニス、ジェル。ネイル？ネイル？ネイルしてる。ネイルしてるね。なんで綺麗になりたくないの。指もつよつよだね。指は知ってたけどさ、足もやってたんだ。だってほら、見られないからいいやって嫌じゃん。うん。あ、ん？見られたいから俺サンダルなんかな。ああ見せたいんだ。だ息苦しいっていうのは、だからその爪が爪を見せたい、うん、自分と戦ってるってこと。戦ってるかもしんない。マジで、うん、色とかつけ出したらもう、ね、もうね、色はねつけない。それはなんこだわり、なんか怖くない色つけたら。なんか昔いたじゃん、男でもさ黒い。いたね。ちょっとビジュアル系の人とかね。そう、ビジュアル系の人とかだったらいいよ。うん。でも怖いじゃん、なんか。俺、ビジュアル系じゃないし。いや、でもなんか、それでも爪にはなんか塗ってるわけでしょ？塗ってんの？塗ってないの。磨いてんの。爪？磨いてるんすか？本当に。だって、親指の爪のテカテカで俺の顔反射してるよ。してないわ。してるよ。鏡じゃん、鏡。鏡になってるよ。塗ってないのよ、これ。本当だ。そうだ。塗ってない。これは本当。俺はネイル行ってるっていうのも本当は言いたくないんだよ。ネイル、ネイル、あ、そっか、もうそうなんだね。ネイルか。言いたくないんだけど、うん、もうみんながそう言うから俺はカミングアウトして行ってるって言うけど、あれは塗ってない本当に。磨いてもらってる。磨いてもらってるだけ。今度紹介する。一緒に行こうとしたら。いや大丈夫。大丈夫大丈夫。全然磨かなくていい。俺はもうこのナチュラルな。なんで綺麗になりたくないの？なんでちょっとなんか。モデルさんみたいな感じになってんの。なんか塗ってそうだけどね。塗ってない本当に。手垂れとか目指してんな。手垂れとか。一時期ちょっと目指してみたの。え？みんなに言ってないんだけど。なんかよくほらファンのみんなからさ、うん、手が綺麗だねってよく言われてたから。あ、そうなのかなと思って、じゃあちょっと爪もやってみようと思って、これもしかしたら手垂れの仕事来るかなと。うん。もうネイルやってどれぐらい3年4年？うん。一切来ない。いやだからそこまで、だからこんだけ一緒にいても、うん、そんだけ綺麗だってことを気づいてないから、メディアはより気づいてないよね。あ、気づいてなかったの。まあもうちょっと宣伝した方がいいかもな。あ、確かに宣伝した方がいいかも。逆にマネージャーさん知ってる？いや知らない知らない。手垂れ目指してんだって。知らない知らないね。やっぱ営業いけないんだよ。うちの2階と手すごい綺麗ですよっていう。あ、そっか。足もなんなら足もやってますよ、うん、
爪で人の顔見れるぐらいまで磨いてますっていう、うん、そうか、宣伝してないか、宣伝した方がいいよ、もし何かあったらってね、起用されるかもしれない、ね、でも誰か分かんないよね結局ね。そうだよね、だってそこに名前とか使っちゃダメじゃん、ダメだ、これ括弧二階堂の手ですみたいなさそういうのいらないじゃない、うん、さ、手、みんな手を、そうだね、そうよ、それが主役だからさ、うん、だからこの顔はいらないわけよ、うん、なんでそこを目指した、なんか面白くない、まあ、ジャンルとしてはいいかもね、うん、顔出てないやん、確かにね、そんなとこもあんだね、 B さんじゃあそうなんだね、爪、うん、を見せるためにちょっとサンダル履いたりするのかな、うん、見せたいのかもしれない、綺麗になりたいそうそうそう、ちょっと話変わるけどさ、はい、先週千賀さんに、あ、そう、出た電話しましたね、電話しましたね、爆笑だったわマジで爆笑した、あれ、あの後、え、どこで聞いたんですか、いや、みんなで聞いたじゃない、まあ、さらに楽屋で聞いたんですよ、うん、楽屋でも聞いた、うん、いや、やばいね、個人名出しちゃうしさやっぱあの千賀さんのリアクションってピカイチだよね、やばい、本当にあの出川さんに並ぶぐらいね、出川さん、狩野英孝さん、うん、いや面白かったよ、ナダルさんに並ぶ、並ぶよね、うん、あれ洋服変えたの、あ、どっちだったっけ、結局変えちゃったっけ変えなかったんだっけ結局、うん、へ、そう、閉店間際に電話した、セールで行って、セールでね、行って後ろで蛍の光に流れてるところ でもしもしって、じゃあマネージャーさんの名前言っちゃってえ、あれ、うん、うん、うん、さんそうして喋り出したら、あ、バレた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 、バレ始めたバレ始めた超見られてる俺って、面白かったね、あれね、面白かった、あれみんな楽屋で爆笑したもんね、爆笑、いいね、リアルだったもん、うん、すげえ、ちょっとなんかまた気になったら電話してみようか、なんかなんなら今日もかけてみるか、いやもう突撃テレフォン、絶対金曜の6時から8時半まですごい警戒してるからもうもし来ても、いやだからマネージャーさんの電話でやったじゃん、だから今日はマネージャーさんじゃなくて、多分ここはバレてるんだよね、あの俺はバレてんじゃん、多分、うーん、あ、そこ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 、だから2人のどっちかが、どっちかメンバーで普通に電話して、うん、電話して、うん、何してんのって、うん、だから聞いてみようよ、なんかそのいいよ、質問、いいよ、セキララに、いいね、うん、ねえ、ちょっとじゃあ分かんないですよ、それはもちろん、できたらね、そう、やるか分かんない、いや、千賀、千賀に電話かけることによって、うん、いろんなのがキュッてなっちゃうから、うん、一個できないと、できない企画とかもなっちゃうから、ね、どこを大事にするかだね、うちらとしては千賀の今すごい気になるから、ね、気になる、うん、さあ今夜も元気にいきましょうか、はい、はいはい、せーの、キスマイフット2のオールナイトニッポンプレミアム、改めましてこんばんは、キスマイフット2の、パーソナリティはキスマイフット2です、今夜は北山博光と玉森裕太と二階堂隆之の3人で、はい、びっくりしちゃった、どこで切れたの、隆之のびっくりした、びっくりしちゃったよね、さあ今夜も生放送で、生放送からね、よろしくお願いします、メッセージでぜひ番組に参加してください、はい、今日のテーマは玉森がいるということで、こちらゲームゲームね、ゲーム、さあ今日はね、勤労感謝の日ですが、はい、実はお仕事や勉強も頑張りつつゆとりある時間も過ごしましょうということで、ゲームの日でもある、あ、そうなんだ、俺知らなかった、ゲームの日が存在するんだね、ゲームの日ね、そうということで、あなたが夢中になったゲーム、スマホゲームを含めてですね、借りたままになっているソフト、プレステ、スイッチなど、ゲーム機の話、ゲームセンターで不良が怖かったエピソード、なるほどね、ペンと紙を使うゲーム、体を動かすゲーム、ゲームの知識などなどね、ゲームのことなら何でもいいということで、ぜひとも参加していただきたいなということでございますよ、ゲームって言ったら、まあ、うちと言ったら玉森さんがよくやるイメージかな、そうだね、オンラインゲームは現在進行形で毎日だね、やってるね、あ、毎日やってる、毎日やってる、だから今ね、ゲームやる用の椅子とかがあるのよ、え、あの肘を乗っけて、あの体勢をねずっと保ってくれるような椅子とか、へえ、すごく座り心地がいいとか、え、なんかああいうのってソファーとかでさ、寝っ転がってポテチとか食いながらやるもんじゃないの、あ、バカ
戦いだからね。え？いかに人をこう任せられるかとか抜かせるかだから。だって。まあ俺やってるゲームもあるんだけど、だからずっと集中してるからそういう設備をね作りたいなと思っても家にちゃんとそれゲーム用の部屋。なんかちょっとスタジオ的な、そうそうそう、いろんなものを入れて自分なりに。めちゃめちゃいいヘッドホン買ったりとか。それは何？ネットに入るじゃない？そうするとネット上の友達がいるの？あ、知らない人ももちろんいるよ。知らない人もいるし、自分と友達でタッグ組んでやってたりとかもある。じゃあ知らない人とも一緒に行くんだ。行くよ、全然行く。知らない人と話したりするは話せない。あ、それは繋げない。繋げない。じゃあ知らずに玉森とゲームしてる人がいる。あ、いっぱいいると思う。いっぱい、だってたまに、だから前も言ったけどさ、知らない人がチャット入ってきて一緒にやりましょうみたいになってやったらすげえ怒られたりとかしたもん。なんて怒られるの？だからちょっとミスしちゃったりするのよ。うん、したら、うん、まあいいですよ。ガチなんだ。マジ怖いんですけどと思って。それは何？女性ともあれなの？女性はねやってないと思うんだよね。俺のやってるゲームが。なかなか男性も本当コアな、うん、ゲーム好きの人たちがやるゲームやってるからいないんだよね。じゃあ知り合いって言ってうちの事務所の人たちとも行ったりとかするの？あ、行ってる行ってる。関ジャニの横山くんとも何回かやったりとか。マジで？また違うゲームなんだよね。まあ、やったりしてた。それでなんかたまに歌番組とかだったら話してんだ。そう。やってへんのか最近。最近やってへんのか。ああ、なるほどね。横山くんうまいの？うまい。そうなんだ。うまい。でも俺噂に聞くと玉森相当やばいぐらいうまいって聞いたけど。ゲーマーだよね。なんだろうね。だから好きなものにはずっと集中できるんで。仕事終わったらすぐ帰ってやりたい。そう、ちょきちょき。何時間やるの？いや5時間ぐらいやってるよ家帰って。いつ寝てんの？すごい。気づいたら朝じゃない？朝、朝、だいたい朝明るくなって、もうやばいね寝よっかってみんなで寝るのよ。だから朝5時とか、最近はまあそんな遅くまでやってないけど、やっちゃう。いろんなゲームやるの？それともなんか絞って？いや、いろんなゲームをやる。だから自分ゲーマーになってきたなと思うの。ちょっとずついろんなゲームを全部できるようになって、その友達ともバランスが悪くならないように何でもできるように。あ、そうなんだ。そっか、1個の A っていうゲームがあったら A のコミュニティがあるんだ。そうそうそう、あるし B だったら B のコミュニティが。だからみんながその横でつながってはない。あ、つながってる時もある、もちろん。あるけど何でも平均的にできるように全部やってる。これタモリさん e スポーツちょっと狙ってんじゃないですか？俺ね行きたいよ本当に。ねえ、うちから一人ぐらいやっぱいいじゃんね。グループの中でそういうのが出てくれるとやっぱね、ねえ、いいと思うよ。いいよね。いいと思う。絶対出たいもん。タモリゲームのイメージどうだかあんまないかもしんないからね。ないよね。だから俺はジャンジャン言ってこうかなと。すごいね。2個もゲーム。俺だからさ、テレビゲームはやんない。確かに携帯ゲームだね。移動でも、まあ、か手軽にできるみたいな。そうそうそう。それもだからあれもオンラインだよね。あれもオンラインだね。だからそれこそ知らない人ともやるし。あ、だからたまに楽屋でなんかわちゃわちゃ。そうそう、だからタモリさんともやるし、宮田さんともやるし、千賀さんともやる。お前あっちもあっちもあるれよみたいな。ニカがだいたい声かけて、やろうぜみたいな。そう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 。ニカはスマホのそのゲームめっちゃうまい。ゲームリーダーみたいな感じ。やばい。あ、うまいんだ。うまい。たまにね、千賀とかがバーンって誤射すんだ。うん、誤射？間違えて撃っちゃう。シューティングね。あ、シューティングのゲームなんだ。そしたら、はい、1バレした、1移動するよ。誤射だけはやめて。あ、そんな天才なんだ。天才。今さ、携帯ゲームであれぐらいのレベルになっちゃったらさ、テレビゲームが本当にどうなっちゃうんだろうってぐらい、うん、確かにね。だって一昔じゃ考えられないでしょ。考えられない。クオリティが半端じゃない。俺なんかちっちゃいさ、これあ、なんだこれ、5センチ4センチぐらいの長方形のさ、うん、よくお祭りとかでさ当たるさゲームのやつ知らない？ちっちゃい、もうテトリスとか変な、何個も入ってるやつ、ゲームが。そう、レースゲームがあったりとか。俺それぐらいじゃん。あのレースゲームとかもう右と左でこう避けるしかないからさ。知ってる？時代が変わったね今ね。え？なんかジェネレーションを感じちゃったよ。あ、でも他にもまあまあまあ、でもスーファミとかもやってたでしょ？
まあそうなってくるとやっぱあれですよね、マリカっすよね。マリカーね。マリカーやってたね。うん、あのショートカットいかにやるか。ああ。ねえ。なんかマリカーもやってたわ。そうだよ。今日ゲームですから、うん、ちょっと男性の方もね、じゃんじゃん、女性の方ももちろんゲーム好きな人いると思いますのでね、うん、メール送っていただきたいなと思いますよ。受付メールアドレスはこちら、kmf@allnightnippon.com、kmf@allnightnippon.com、すべて小文字のアルファベットです。その他質問、ラジオを聞いての率直な感想などもお待ちしています。じゃあそれでは聞いていただきたいと思います。キスマイフット2で君僕。さあお送りした曲はキスマイフット2で君僕でした。さあここで電車の情報が入ってきました。ケメヤマさん、お願いします。はい、お伝えします。JR 総武快速線は津田沼と稲毛の間で起きた人身事故のため、現在東京と千葉の間の下り線で運転を見合わせています。JR 東日本によりますと、運転の再開は6時50分頃の見込みだということです。ご利用の方はご注意ください。電車に関する情報でした。ケムケムありがとうございました。キスマイフット2のオールナイトニッポンプレミアム6時台は、今年僕らが担当する今週あった世の中の出来事に僕らがズバ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 していきます。小島夏子さんの番組ほろよいイブニングトーク、そして交通情報もお伝えします。7時台はレギュラーコーナーを中心に、8時台はラジオの前のあなたとぐっと親密にクロスしていきます。この後夜8時半までよろしくお願いします。Kiss my foot too. All night Nippon Premium. ここで日本放送と僕たちキスマイフット2からお知らせです。キスマイフット2は日本放送が毎年行っている大きなキャンペーンに参加し、24時間のスペシャルな生放送を担当させてもらうことになりました。ありがとうございます。ありがとうございます。目の不自由な方が安心して街を歩けるように、音の出る信号機を設置するための募金をお願いするチャリティーキャンペーン、それがラジオチャリティーミュージックソンです。1975年からスタートし、今回で44回目。今年も12月24日月曜日正午から、翌日25日火曜日正午まで、ラジオチャリティーミュージックソンの特別番組を24時間の生放送でお送りします。そのパーソナリティを僕らキスマイフット2の7人が担当します。首都圏の音の出る信号機の約 20% はこの日本放送でのキャンペーンに寄せられた募金から生まれているもの。しかし音の出る信号機の老朽化とそれに伴う新信号機の設置のため、設置箇所はなかなか増えていないのが現実です。また募金だけでなく、目の不自由な方を中心に体の不自由な方々への理解の促進と思いやりの気持ちを育むことも目指していくキャンペーンです。ものすごく社会的に意義のある真面目な取り組みです。僕らのキャラクターを生かして明るく楽しく盛り上げていければいいなと思っています。とは言いつつも、各メンバーがそれぞれ視覚障害についても取材をしていきます。なるほど。今日ね、僕ね、あの視覚障害者の方のちょっと取材に行ったんですよ。お、行ったんだ。行きました。第1号かどうかはちょっと分かんないですけど、うんうん、ゲームがね好きということで、うん、そのゲームに関する取材をたくさんへ、うん、大学生の方なんですけど、うん、あのね、ゲームが好きだけどやっぱできなかったりとかあるじゃないですか、うん、じゃあどうしたらできるのかとか、うん、なんかそういうならではのお話をちょっと聞いてきましたよ。どうやってやるんだ。ちょっと本番楽しみにしててほしいです ね。 そうですね、めちゃくちゃ面白かったですよ。24、25日の本番、25日。はい、はい、楽しみにしていただきたいと思います。さあ今年のテーマは、ありがとうは魔法の言葉です。進行を手伝ってくれるのはケム山光則アナウンサーです。ケムケム、よろしくお願いします。はい、24時間放送に向けて走り込みを始めたんですが、おお、妙に体が重だるい逆効果どうなんでしょうね。続けた方がいいのかどうか。続けてください。続けてください。わかりました、頑張ります。だから、はい、走りすぎちゃって逆に体疲れちゃった。疲れてる。だから今日ちょっとドヨンとしてるドヨンとしてますねインフルエンザの予防注射はね打って3日目なので、あ、それもあるのかもしれない。走りながら注射はダメですよね。ぜひとも体力つけていただきたいなと思います、はい。募金の受付は11月1日から始まっています。そして来年の1月31日まで受け付けています。皆様のご支援ご協力をお願いいたします。募金の方法はいくつかあります。
三井住友銀行、みずほ銀行の口座をお持ちの方は、窓口で専用の振込用紙をご利用いただくと、手数料無料で振込いただけます。また、三菱 UFJ 銀行、三井住友銀行の口座をお持ちの方は、平日日中の受付時間内であれば、本店、支店の ATM にて、手数料無料で振込が可能です。どちらの場合も、お持ちの口座と同じ銀行を振込先にご利用ください。現金書留の宛先は郵便番号 100-8439 日本放送ミュージックソン係です。 JCB カードをお持ちの方は日本放送のミュージックソン特設ホームページから募金ができます。そして有楽町の日本放送本社に募金を直接お持ちいただくこともできます。平日夜8時から朝8時までと土曜日曜祝祭日はペニンシュランホテル側の入り口に募金箱がありますので、お手数でもそちらへお持ちください。募金の詳しい方法や番組の情報は日本放送のホームページをご覧ください。皆様のご協力どうぞよろしくお願いいたします。お願いします。さあちょっとメールね、感想メール早速ですけども、はい、感想メールね、オープニングの感想ですね、はい、千葉県ラジオネームあっちゃさん、あっちゃさん、うん、二階堂くん、はい、わかります。靴下に縛られたくない同感。ほら私も家買ったらすぐ脱ぎます。あ、家帰ったら、家帰ったらってことはやっぱ外では履いてるんですよね。るのよね。では二階堂さんなかなか特殊な方ですから、うん、常に、ね、常にだから季節を盛んなんつうの関係ない 逆でね、うん、そうだね、うん、さあポコちゃんさん、はい、うん、二階堂さん、はい、靴に縛られたくない全く意味不明です。寒いなら履けばいいじゃん。だそうでしょ、もうそれなんですよ。これ答えですもん、だって。そうそう、うん。なんで分かってくんないんだろうな。いや、こっちはさ、結構、冬だからブーツとか履くでしょ。うん、二階堂の近く歩くとき、ちょっと気ぃつかむ。なんで踏んじゃって。ああ、めっちゃ痛い。で、その時に二階堂の、いてっていうのが結構ガチな顔してる。いてーとかじゃなくて、いって。はみたいな。ちょっとこっちも気ぃつかってるんですよね。ねー、さあ、本田ポンコさん。はい。二階堂さん、あなた東京だからそんな甘っちょろいこと言えるんですよ。北海道でこの時期サンダルなら10秒で歩行不能です。じゃ俺もね、北国なめんな。いや北海道北国だったら俺は履いてないよ。さすがに。え、うん？縛りたくないんでしょ？うん。あ、でも雪のそうだな、履いてたな。履いてた。どっかロケ軽井沢かどっかロケ行って大雪だった日、俺 B さん履いてたわ。マジ、うん、歩行不能になっちゃうよ、うん、この時期も。スタッフさんにバカじゃないのって言われた。いやもうバカですよそれは。うすうすね、なんでって思ってる、うん、寒いから。はい、群馬県みことさん二十歳ですね。二階堂さんの爪がピカピカという話が出ましたが、うん、私の祖母も爪がピカピカです。おう、うん、さあ祖父だ、ごめんね、祖父も爪がピカピカです。おう、祖父は磨いているのではなくトップコートのようなものを塗っています。あ、俺だ、あ、そう、トップコートだ。え、トップコート、違う塗ってるじゃん。だから、え、磨いてるだけって言ってた。磨いてるだけ、トップコートが出てこなかった。ダメですよ、生放送で嘘ついちゃう。トップコートが出てこなかった。ダメですよ。え、トップコートって何、何なの、なんかあれじゃないの、最後テカテカさせるやつじゃないの。テカテカさせる、それだからジェルとか、なんか保護みたいな感じじゃない、うん、ニスみたいな、まあ、ニスみたいなもんじゃないんだけど。ニスだよ。トップコート。そう。だから多分、こう削ったりしたものを最後きれいに保護するもので。そう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 、磨いて。あ、女の子は爪割れたら、なんか補修するやつ。それアロマみたいなじゃなくて。ジェル。わかんないんだよ、トップコート。磨いて、だから、なんつうんだろう。トップコートよ。わかんねえなぁ。でもちょっと調べてみようかな。さあ、この後は交通情報、そして小島なすさんのお帰りなさい。僕らの登場は、その後6時38分頃です。はい。はい、Kiss my foot too. All night. Nippon. Premium. さあ、トップコート問題。あ、はい。ええ、はいはいはい。早速来てますのでね。なたまさん18歳、新潟県。はい、北山くん、トップコートとは、艶を出すためのものです。うん、
大抵はネイルをした上に塗ります、うん、あ塗るんだ、だこれジェルじゃない、ジェルみたいなもんなの、ジェルじゃない、ジェルじゃない、トップコート。そうです、わかんないな、まあそういうことだよね。ひなっぺさん、二階堂くん、ベースコートは塗らないんですか。やべえ、知らない単語できた。ベースコートはなんだ、なんだこれ。ベースコートはね、増えた、ネイルのカラーに塗るやつだね、カラー前に塗るやつ。何何、下地、下地、下地みたいな、カラー前に塗ってカラーを例えばして、その上にトップコートで最後仕上げ保護するの。なんでそんな詳しいの。知らなかった、ベースコート。ベースコートなんかあるんだ。あるんですよね。じゃあなんか要は超上に結局塗るんだね。塗るんだ。結果塗ってるでいいんだよ。塗ってるでいいんでしょ。塗ってない。塗ってないって言ってたよ、ね。そうだよ。塗ってるんじゃん。だからそのテカリは多分トップコート塗ってるテカリ。何じゃ、塗っちゃダメ？いやいやいや、ダメじゃん。塗っててよくないの。でも塗ってんのに塗ってないずらしたじゃん。なんか俺ちょ結構ナチュラルやっていうか。そこはやってませんみたいな。磨いてるからそこはちょっと一緒にしないでみたいな感じだったじゃん。うん、いやごめん、じゃあごめん、塗った塗った塗ったじゃ塗ってんだね、毎回塗ってる塗ってる、じゃあごめん。ネイル行って、はい、こう手足こうやって出して、はい、でなんかこうじゃあお願いしますみたいな感じで、はい、ちょっと王様っぽい感じ、はい、足も、何人対して何人対して、もう2人、2人対して、えそれって普通なの、2人って。じゃあどうだろう、やっぱり二階堂さんだから。いや違うと思う、違う、二階堂さんやっぱお時間ないんで、いやいや、ちょっとじゃあこっち二人つけますみたいなのがあるんだ。普通一人に一人じゃないの、爪やってくれるのって。でしかも片手ずつとかじゃないの。そうだよ多分ね。だからもうこの状態で自身もだから、うん、お友さんみたいな感じ、うん、ちょ苦しくない、苦しくない、1時間ないしぐらいで終わる。いやそれ多分二階堂さんだからだよ、ね、爪ってみんな切るの。え切るよ、切る、爪切りで切るんだ、うん、え切らないですか。切ったことない、切ってないね、もう最近も、うん、え削るんだよ。え爪って削るの。そう、何どういうこと、ヤスリみたいなやつで。あそうか、だからそのネイル行った時に全部削ってもらうってこと。そうってことは爪が伸びるたびに行くってこと。もちろん。え週いくつで行ってんのそれ。行く時は週2じゃない、伸びたら。だからやべえ、でも女子じゃん俺、うん、女子だよ。それで巻き爪治ったからね。あ、切ったりすんのが良くないのか。だから切り方によるの。そんな綺麗になりたい。あのさ、綺麗になりたい。丸く切るでしょ。うん、うん、丸く。ここに沿ってね。そう。俺なんかヤスリもやんないよ。丸く切ったら結構ねダメなんだよね。え？理想の爪はまっすぐなの。え？ちょ見して。どういうこと、まっすぐ。でも俺はまだなってないけど、まっすぐに近いのは、うん、どれかな。あーでもどうだろう。まだ？まだだね。だいぶやってるけど。いやまだじゃあ育ててる。すげえな。へえ意外だね。巻き爪治ったもん俺。だから足の巻き爪とかローラー履くじゃん。履くね。それで巻き爪になっちゃったの俺。痛くて。若干巻き爪だわ。うん、でしょ、あ紹介するよ。うん俺もニカと同じテカテカになるから。なんかもうだからそのトップコートみたいなの詳しくなっちゃうんだ、うんうん、やだよ、したら俺冬もまた俺もビーズ履いちゃうから。もちろん、ね、あんまり圧かけちゃいけないからあ、そしたら行ったんだなって思う。なるほどね。まだまだやんなきゃいけないコーナーというかね。あ、そうだ、いっぱいある。はい。続いてね、この世の中の出来事についてもいろいろと話していこうと思います、はい、題してキスマイジャーナル。なるほど。さあ1週間を締めくくる金曜日、この時間は今週の出来事を振り返りつつあーだこうだと話していきます、はい、まずはこちらからケムさんよろしくお願いします。東京オリンピックのマラソン朝5時半スタート。2020年東京オリンピックのマラソンについて大会組織委員会はスタート時間を午前7時からさらに繰り上げる方針を固めたことが分かりました。暑さが懸念されることを受けて午前7時スタートとされていましたが、熱中症などのリスクを考え午前5時半から6時の間に繰り上げる方向で検討に入りました。いい声なんだよな。いい声ねえ。朝5時半。5時半って早くない？早い。7時も早くない？早い。よく考えると。よく早いよ。ねえ。こっからだって走ってことは、体をこれに慣らさなきゃいけないわけ。そうだよね。準備があるからね。うん。何時間前準備になるの？わかんない。練習もだからこれに合わせて、やんなきゃいけない。夜中で。ベストだから、ベストの状態に持っていくには、ある程度もっと早く。普段から、そこにピークを持っていくためには。そうだよね。
でも熱中症対策とかそっかいろいろあるのかねえ。もう俺らだったら朝5時半からライブするみたいなことでしょ。いやきついきつい、寝てるよね、声出ないよ。そうだよ、お客さんもと寝てんじゃん。いやそうだよ、ほとんどいない。オールそれかオールでしょ。オールパジャマとかで来たんだよね。いや早い、だって今年頭ブサイクでライブやったじゃん、うん、1日3公演だったのね、うん、朝10時半だよ。それでも早いと思ったもん。まあね、体を起こさなきゃいけないから10時半でもね。もう5時半、ね、早い早い早すぎるよ。外国の選手は意外とあったりとかするのかな。時差で、時差で、そっか、確かに。あでもそれも合わせてくるか全部ね、まあ、そう向こうでトレーニングしてたら、普通にトレーニングしてこっちでまあいつも通り生活してたらこの時間にちょうどベストっていう人はいるかも ね。うわ大変そう、そういうの全部時間計算しなきゃいけないじゃん。飛行機も結構ね疲れるよ、疲れるからやっぱこっちで体慣らさなきゃいけないからね。へえ、早いね、すごいな、すごいよ。うん、じゃあもう一個いきますか。はい。ダーツの世界大会でくっさーい珍騒動。イギリスで行われたダーツ世界大会の準々決勝進出をかけた試合で負けた選手が、対戦相手のそばから腐った卵の匂いがした、集中できなかったと相手の選手がおならしたのではないかと抗議しました。疑いをかけられた選手は、私じゃない、彼は 1010% 間違っていると否定し、一大騒動となっています。大会を統括するチェアマンは、こんなのは初めて聞いた、無音の放棄ほど悪いものはないと話しています。なるほどね、えすごいな、すごいスッと入ってきたわもう、ね、これをピックアップした我ら、うん、ねえ 1010% と なんで 1010% の 120% だったら分かるよ ね、 でいいよね、うん、でも確実に匂ったんだろうね何かは、うん、何かは、うん、じゃ選手じゃないかもしれないけど、うん、確実にそうだね。どうするチェアマンだったんだまさかのまさかのねえ。だからそれで俺じゃないじゃないけど人になすりつけた感じで、こんなの初めて聞いた、こんなの初めて、何の方法ほど悪いものはない、ない。へえ、犯人実はチェアマンかもね。チェアマンかもしれない。ダーツか結構シビアそうだもんね、試合とかも、うん、ずっと集中してるわけでしょ、うん、あの真ん中に出るために。そうだ、これはあの一個仕事にしてる人もね、そうだよね、賞金かかってたりするわけじゃない、うん、その時集中できなかったあります、うん、こういうこと。うわ、なんかいや、あいつやったんじゃないみたいな。なんかさ、あるなんか学校のさ、授業中とかさ。学校の授業中はね、確かにあった。あと、だから音鳴るパターンとかさ、うん、鳴っちゃったらさ、うん、もう本人は分かってるけどさ、うん、絶対にバレたくないっていうさ、ね、気持ちが強いからさ、もうなんか、地獄の空気が流れるわけじゃん。え、誰誰今のみたいなそういうのは何回かね見たことあるわ。いやこれってさ俺不思議だって思うんだけど、うん、なんかうわ匂うなみたいな、うんうん、匂うなって言った時に匂いなのになんとなく誰か分かんない、あいつ あれあいつしたな、あいつからするなみたいな、あいつの元から来たなそう、でもそれってさ別にさ色もついてないからさ、うん、別に本人かどうかも分かんない、分かんないね、うん、でもさ人間の本能としてさ、うん、なんかあれあいつしたなみたいなちょっとなんだろうやばいなっていう顔してるよね。でもなんかそれ上手い人もいるじゃん、たまに、うん、何なんだろうねあれ、なんかわかんだよね、特定できちゃうんだよねそれ一個の才能じゃない、才能だよそれ。え、ないそれ特定できない、特定まではできない。うちの親父はよく、あ、親父今おならしたなっていう時は肩ケツ上げていやもうそれもう隠してないやつだよねもうそれほぼ透かしの意味ない隠してないね。そうだね、ダーツとかでもやってたな。やってた。やってた。マイダーツとか持ってなかった。あった。買った買った。俺もありましたよ、大学生の時は。やっぱ買うよね。なんかね。なんかかっちょいんだよね。かっちょい。うん。なんか変にあのお店の置いてあるやつに慣れちゃうんだよね。うん、これちょっとちげえかもしんねえなって、うん。ハウスダーツ。ハウスないんじゃねえかな。自分の欲しいわってなるんだよね。でももう最近やる？いや最近はやってないね。やってない。たまにやるけど。うんもう逆にそのマイダーツ持ってる人にハウスダーツで勝つこの優越感。ああ、いやそれは悔しいね、マイダーツ持ってる側からしたら。ちょっと武装してるじゃんもうそれって、うん、俺上手いって言ったもんね。でもそうじゃなくてさ、
もう全然普通のノーマルなレギュラーのやつで、うん、いや勝つっていう、俺はそれになんかちょっと一個乗っかってんだよね、ポリシーみたいな。ああなるほど、うん、あれさ、背高い人の方が有利なのかな。それは関係ないと思うよ。どうしました北山さん。それは関係ない。え、どうしました。それは関係ない。関係ないのかな。いきなりなんか、ね、やっぱさ、その目線とかさ、ね、狙いも背の高さとか、そうそうそう、体ののけぞり具合とか、うん、腕の長さもあるんじゃない。いや、そういうのはね、関係ないと思う。などうしましたいきなり。関係ない。うん。いや、でもリーチは大事よね。大事だと思う、うん、目線の。だってやっぱ背高い人の方が何でも有利だってするじゃん、いろいろ。うん、いや、ね、そもそもなんだけど、うん、その目線に立ったことがあまり俺はないから。わかる？あ、なるほど、ね。だから俺の知ってるダーツは、ずっと同じ高さなのよ。あ、だから俺から見たダーツはずっと同じやつなの。なんかごめん、うん、見上げてるってこと。ミツはずっと真ん中を見上げて上に投げてるってこと。だからどっちか、いや俺の目線的にはタメトントン。ちょうどなんだ。ちょうど、いやでも俺でタメぐらいだよ、うん、いや俺もタメなわけないよね。なわけない。台乗ってる。台なんかねえよ。台なんかねえよ、そんな。よく取材の時に。ねえ。あ、ごめんなさい、北山さん、ちょっと箱馬一個入れてくださいっていうのをよく聞くけど。お前、あのタウンページ何度助かったの。メンバーまただろうな。うん。いや、それ待ちは若干あるからね。あるよね。うん。すいません。なんだこれ。もうめんなさい、なんか北山さんがちっちゃいみたいじゃない。いやいや、そんなつもりなかった。そんなつもりなかったんだ、うん、寝起きは180センチだからね、俺ね。すぐ沈むんだよね。うん、ほんと重力って辛いよな。All night Nippon Premium. All night Nippon Premium. 2018年11月16日金曜日、時刻は夜7時になりました。全国の皆さんこんばんは、キスマイフット2です。この時間からは日本放送をキーステーションに全国ネットでお送りします。23日ですね。23日ですね。はい。俺だから今さ、二階堂のね、うん、ちょっと話したこと、漆黒のサングラス、真っ黒のサングラス、うん、ね、今かけてますね。それかけてるから。二階堂さんたまたまね、私物で今日また漆黒のサングラスしてるんですよ。そういうね、これね、前見えない見えない。それをかけてる。ギリ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 。から間違えるの。おお、そら。セレブしかかけないようなサングラスだもんね。ねえ。誰か誰。かよこれ、拳ぐらいあるんじゃない？拳二個ぐらいあるんじゃないこれ。なんでかけるの？なんかちょっと。ついに、あ、見っけってなった。なるほど、見つけちゃった。見つけちゃった。じゃあ、二階さん、これちょっと、じゃあ、つけたまま参加してもらっていいですか？ちょっとつけてもらっていいですか？これね、映像で伝えられないのが残念なぐらい、本当に。うわー似合ってるなー。うわーこれ、マジ、これ、ガガかニカかじゃん、これ。ラップさん、爆笑。かっこいいとはならないのがやっぱり二階堂なんだよね。レディーニカだね。レディーニカ。レディーニカ。レディーニカ。ミュージックステーションで書けましたよね。書けましたね。やっちゃいましたね。玉森さんのモノマネで。さあ、このメンバー北山と玉森と二階堂です。でお送りしたいと思いま す。お願いします。いや、さあ、勤労感謝の日である、今夜はゲームの日でもあるということで、はい、うん、ゲームというテーマでメールを募集しておりますよ、はい、さあ早速来ておりますので。なんだなんだ、はい。神奈川県ラジオネームさきさん。私にとってゲームは見るものです。子供の頃は3歳年上の兄がテレビゲームをする姿を見ているのが大好きでした。楽しそうな兄とゲーム画面を一緒に見てるだけで大満足していました。毎日 1,2 時間はそういう時間を過ごしていたと思うと、見てるだけなのによく飽きなかったなと思いますが、なんとなく幸せな思い出です。でも俺の母ちゃんも見てたな。昔バイオハザードっていうゲームやってた時、うん、母ちゃんずっと見てたわ。でもあれ見てるだけでも面白いやつじゃない？確かに見てて面白い、うん、ねえ、ね、うん、結局見てて面白いゲームとやって面白いゲームあると思うんだけど、ね、うんうん、でもいいね、なんか見てるだけで大満足っていう。確かに ね、楽しいね、それはそれで。いるいる、そういう子。二階さん大丈夫ですか、サングラス。サングラス読めます、読めます。サングラス大丈夫、外したから読めます。さあ、大阪府龍玉さんからいただきました。小学生の頃、任天堂の64にハマってました。3D スティックを使いすぎて親指が初めて腱鞘炎になりました。たまちゃんは朝までコースとのことですが、腱鞘炎など大丈夫ですか？ああ、
俺も64めっちゃやってた。やったね。俺もやった。64はやったな。64のスティックをさ、うん、こうなんか回さなきゃいけない時とかあるじゃない。手のひらでね。手のひらで。うん、手のひらの皮全部めくれて、お母さんにめっちゃ怒られたの思い出したもん、今。あるよね。めくれんだよね。めくれんだ、あれ。あの、格ゲーとかってさ、結構めくれない。波動拳は出るんだけど、昇竜拳全然出ない。出ない、わかるわかる。もうそれで俺、だからティッシュを置いて、うん、ティッシュを畳んで、その左のコントローラーの方に置いて、うん、で、滑りやすいようにしこって。ね。そういうのやってた。だからさっき、北山さんが、うん、ポテチとか食べながらやんじゃないのって話出たじゃん、ゲームって。うん、で、俺の友達もいたの。うん。ポテチとか食べながらゲームするの。うん、コントローラー、ベッタベタ。あ、もう絶対ダメ、俺。絶対ダメだよね。絶対ダメ。それなんかちょっとモラル出るよね。あ、出る出る出る。みんなでさ、うん、こう、使い回さないと。うん。さ、わかる。やつだよね。あるあるある。うわ、昇竜拳出なかったなぁ。出なかったなぁ。懐かしいなぁ。ね、いつか、だってあの、あれって昇竜拳って確か、右、下、斜め右下じゃん。よく覚えてる、ね。覚えてないわ、もう。あの、コマンドとか。左にキャラクターがいた場合。うん、それを、最初はさ、一個一個押すわけよ、うん、だから できないの、うん、それをこうスムーズにやるっていうのは、うん、つなげてやるっていうのは、うん、初めて昇竜拳出した地元の仲間はヒーローだった。実装にやってるやつでも出る人とかいたもん。そうなんだ、うんうん、まだ来てますわ。京都府ラジオネームメンさん。メンさん、私は二階堂くん千賀くんと同級生の世代なのですが、子供だった頃スーファミしかゲームを持っていませんでした。友達の家にある64が羨ましかったです。その反動からか、今はスイッチもプレステ4も 3DS も持っています。すごいね。おすごい。全部やんのか。いっぱいやってるね。ね。同じ匂いがするわ、なんだか。あれって結局さ、うん、今日何やろうって気分で決めるわけ？まあそうじゃない？だから、俺の場合だけど。お付き合いがあるもんね、俺の場合は。俺の場合はどれも全クリはしてないから、うん、あ、じゃあ今日こっちやろうかなとか、うん、まあ気分だね。その時の最近なんかさ、全クリできないゲームがあるでしょ。あ、クリアがそもそもないゲーム。分かる分かる。ずっと続けられるやつだよね。そうそうそう。どんどん更新されるってこと？いや、だからモンハンとかだったら、うん、要は防具作るけど、結局ステージとしてはゴールほとんどあれないでしょ。そう、なんかオンラインだとあのどんどんなんていうの、新しいのが入ってくるんだよ。追加ダウンロードみたいな。バージョンアップみたいな。ああ、なるほどね。新しいボスが出たとか、だからずっと続けられるようになってる今。すげえよな。知らないの？と、そのテレビゲームは俺 やらないんだよね。うん。携帯もバージョンアップしそうだけど、ね。携帯のバージョンアップは、うん。うん。でもいいね、なんか大人になって。いい、確かにね。帰ってっていうのね。さあ、千葉県葵さん。ゲームセンターで最近よく見る光景なんですけど、 UFO キャッチャーで両替のために台をキープできる機能があるのを知っていますか？私はこれを見たときすごい驚きました。都会はこれが普通なんでしょうか？え、どういうことだ？どうやってキープするの？ UFO キャッチャーで両替のために台をキープできる。だから、あ、ここの UFO キャッチャー取りたいな、ここだったら取りやすいなと思う、あ、でもお金両替しなきゃと思ったら、キープボタンがあるってことかな。なんかその、要はその台を取れるってことか。台をキープできる。ないよ。そんなのなかったよね。もう早い者勝ちのイメージだったもん、ゲーセン、やっぱ。そうだよね、うん、で。ゲームセンターで最近よく見る光景なんですけどって入り口だったじゃん。うん、俺らのロケかと思ったりして。藤ヶ谷さんかな。UFO キャッチャーといえば。今そんなのあるんだ、すごいな。確かに。知らなかった。面白い。まだまだあります。兵庫県ラジオネーム、ビスコさん。私は5、6人のグループを作って銃を撃ち、1位を狙うというゲームにハマっています。はいはいはい、実は友達経由で同じグループになった男性と意気投合し、ゲームきっかけで仲良くなり、今はその男性とお付き合いしています。そのゲームがきっかけで仲良くなったので忘れられません。あら！なるほど。そういうのもあんだね、最近は。すごいね。5、6人のグループを作って10を打ち1位を狙うというゲームってことはあっちか。あっちとは、うん、俺がやってる方じゃないな。そうだね。俺は今それ、そのゲーム買おうか迷ってるゲームだね。本家の方でしょ。はい、本家の。なんか、ちょっと俺の分かんない単語がいっぱい出てる。なんか本家とかなんかあんの？いや、もう、あるんですよ、ね。爆裂に流行ってますよ、今。今流行ってる。今やってるよ、みんな。みんなやってるよ。すげえ置いて帰ってる感じなんだ。5、6人だから多分違うよね。違うと思う。で、銃持って敵を倒すの。そう。100人で、100人
そのなんつうの戦場入って、うん、倒し合う。あ、それ違います。あ、これじゃない。それ4人です。それ4人だよ。だからあっちの方は5、6人できんだよ。やべ、全然入れない。いや、違いますね。本当ですか。コード、コード。あ、コード、攻撃コード。あ、そっち。は5人できんだよ、確かに。なるほど。なに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 。あ、ごめんなさい、こっちの話です。いや、置いてかないでよ。だから俺みたいな人もいるわけだからさ。荒野行動っていうゲームがあるのさ、うん、みんなでオンラインでできる。そうゲーム。あ、俺やったことあるやつ。やったことあると思う。あ、そっちが、そっちか。俺もう一個、もう一個のゲーム出てきた。俺だからペヨベイゼー。うん、違う。あ、違う。うん、違う。何、コールオブデューティーみたいなゲーム。あ、そっちか。なんで、どっち、何個あんだ。いっぱいあるんだよ、ね、戦場に行くゲームなのよ、とにかく、うん、でチームを作って倒し合う。うん、多分そのことだと思うよ。あ、わかんないね。コールオブデューティーかもしんないね。まあちょっと、どっちでもいいか。どっちでもいいか。どっちでもいいか。なんだ。でもこれで意気投合して、ってことは、オンラインで仲良くなって、じゃあ次いついつ会いましょうっていうことになったってことだよ。どうやって言うんだろうね。わかんない。え、待って、実名なの？そもそも。実名じゃなくても大丈夫。まあ大体実名でやってる人少ないよ。うん。オンラインゲームは。じゃあ例えば、おたまとか、そんなんでいいんだ。あだ名だったり、そういう人の方が多い。うん、じゃあ、ガガとかでいいわ。ガガでも。なんでサングラスより。ガガ。そう、だから実名じゃなく顔も見えないもんね。そうだよ。それでいついつ食事行きましょうってすごくない？え、何、そんなのあるの？いや、わかんない。ゲーム出会い系、何、なんつうのそれ。ゲームで出会う。出会い系ゲーム、何。だからさ、そのパーティーを組んでさ、うん、知らない人だよね、全くね。じゃあ俺がこのゲームで勝ったら会ってくれませんかとか、なんかやってんのかもね。あ、でなんか助けたりでもできるの、それ。できるできるできる。じゃあめっちゃ助けてさ、そう、この人優しいみたいな、会ってみようとかなんのかな。全然あると思うよ。信じられない、これ。一昔じゃもう信じられないよ。昔じゃなかったからね、この機能ないよね。うん、すごいね、素敵やん。素敵やん。素敵やん。面白い。いろんな出会いがあるんだ。あるね。まだまだね、ちょっと募集中なので、ね、ぜひと皆さん参加してください。お願いします。曲行こうか。あ、ね、行きますか。曲行きます、うん。メールアドレス言って。それ言ってからにしましょうか。しましょう。はい。受付メールアドレスはこちら、kmf@allnightnippon.com。kmf@allnightnippon.com。 その他質問、ラジオを聞いての素直な感想などもお待ちしてます。あ、曲いきましょうかね、はい、カップリング曲ですよ、僕らの。はい、キスマイルト2で Your Life、キスマイルト2で Your Life でした。ありがとうございます。そしてですね、ちょっと今手元に僕らも初見なんですけども、初めて見た、ね、うん、ドームツアーの DVD が11月28日に発売されます。ありがとうございます。ありがとうございます。ね、ブルーレイDVD、はい、ね、初めて、初めてだよ、うん、ね、何も知らなかったよ。知らない、こんなんなってんだ、すごい。あ、かわいい。おしゃれ、ね、あ、かわいいよこれ。かわいい、ね、シンプルイズベストだね。白、クリアな白になってんのかな、ね、うん、初めて見た。これ6月17日に行われた東京ドームの公演の様子を映像化。はい、 ありがとうございます、ね、このなんか入ってる、なんて言うんだっけこれ、説明書みたいな。めちゃくちゃ。曲、まあまあ。セットリストが書いてある、うん。この写真もいいね。おしゃれだね。ね、あの、多分これは、ホームかな？最後の曲ですね。最後の曲、ね。最後の曲で7人が横一で広く立って。かもしれないね。ね、すごい綺麗。ピンとか受けてるやつですね。うん、初の5大ドームでしたからね。そうだね。うん。今年ね。うん。今年そうだね。まあ、僕らなりのね、ちょっとエンターテインメント作品になってんじゃないかなと、はいね、ぜひともちょっと手に取っていただいて見てほしい、ね、メイキングとかもいっぱい裏でも回しだからね、うん、11月28日11月28日買ってください。心からお願いします。お願いします、ね、ぜひともよろしくお願いします。まだまだ続きますよ。キスマイルト2のオールナイトニッポンプレミアムではあなたからのメッセージをお待ちしています。メールの送り方は、思ったことを心で強く念じて届けーと叫べばきっと届きます。不安だという人はパソコンかスマホから送ってください。受付メールアドレスは kms@allnightnippon.com です。あなたからのメッセージをお待ちしてます。オールナイトニッポンプレミアム。さあ皆様、
お待たせしました、はい、続いては木曜担当のよいこさんプロデュースのこちらのコーナーです。玉切り飲んだけみたいになってますね。古いなさあ、玉森がガチの大喜利にチャレンジしていきます。藤ヶ谷がいれば藤ヶ谷が進行、終わったら、あー玉切れですで締めるまでがルールでございます。今夜は二階堂と玉森ということで、ね、はい、二階堂さんにやっていただきます。はい、わかりました。はい、ね、前回玉森さん落ち込んでましたからね。相当落ち込んだ。なんでだろうってくらい落ち込んだ、ね、今日だからちょっと挽回したい。ね、ちょっと立っていいか今日。あ、いいよ、いいよ。立ってやろうかな。座るとちょっと構えちゃうんだよね。あ、オッケーオッケー。その瞬発でね。これで行くわ、今日。あ、立って、立ってやる。立って、タモリさん今立ってます。立ってます。ちょうだい、ちょうだい。行きます。いい？うん。行くよ。あ、うん、いいよ。行くよ。大阪府、萌えちんさんからいただきました。スーパーに行くと、訳あり商品と書かれたリンゴが1円で売られています。果たしてそのリンゴにはどんな訳がある？あー、なるほど。リンゴが1円で売られていたと、うん、訳があると。考えてる考えてる。なるほどね。リンゴが1円で売られていた。訳あり商品。訳があるんだよ。うん、なんでだ。なんでだ。なんでだ。1円。1円。ちち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 1円で売られた理由。ピンポン。はい。中身がない。顔だけ。顔だけ。なんか顔だけ。からかん。ああ、これやばいかもしれない。さあ、出だし不詳ですかね。そうです。続いていきます。大阪府18歳、ミカさんからいただきました。大阪多いな。携帯見てたら急に画面が変わり、カウントダウンが始まった5秒後に何が起こった？ほう。携帯側の話？携帯？まあ、それはもう自由じゃないですか。本当ね。自由です。携帯が5秒前、うん、4、3、2、1、ダン。それはですね、お、うん、5秒前。5秒前じゃなきゃダメか？5秒後。5秒後。5秒後。5、4、3、2、1。携帯が、うん、2つになった。やばい、やばい、ケムケムが手叩いて笑ってますよ。やばい、ケムケムに刺さってます。第3問まだまだある。ラジオネーム、めんたまさん。東京タワーが東京スカイツリーにどうしても言っておきたいことは？言っておきたいこと？東京タワーが東京スカイツリーにどうしても言っておきたいことは？一応東京タワーの方が先輩だもんね。そうだね、昔からあって、ね、最近、うん、まあ、わりかし最近できたんだよね、スカイツリーがね。言っておきたいこと、うん、東京タワーが東京スカイツリーにどうしても言っておきたい。スカイツリーって青いよね。青青っぽくない？まあまあ、いろんな色にはなるけど。あ、はい、はい、ピンポン。はい、青より赤だろ。まあ、そもそも青じゃない説もありますよね。青じゃない説、ね、あ、夜見るから青っぽいイメージなのかな。まだまだあります。ラジオネーム、カレンさん。東京都23歳。2018年も残り2ヶ月。今年1年を音で表すと？うわ、出た、そういう系。音で表すと、どう？飛んだね。飛んだ。飛んだね。なんかマリオらしき。飛んだ。飛んだ。飛んだ。おお、まだまだたまるよ。たまりないよ。行くよ。大阪府、ラジオネーム、かおりさん。大阪。外国人にサザエさんを一言で説明すると？ああ。ああ、ビッグファミリー。ビッグファミリー。いやー、たまぎれです。たまぎれ、ビッグファミリー。たまぎれです。ビッグファミリー。いやー、きつー。やばい、今ダビデみたいになってるよ。やばいやばい。今ダビデみたいになってるよ、たま。ちょっとさ、今回、まあその、質問の内容を送ってくれる方が大阪の人多くなかった？多かったね。多かった。恐怖症になりそうだったわ。大阪の人レベル高いじゃない。確かにね。うん、そうね。はぁ、きつい。携帯で、5秒後に何が起こる？恐ろしいね。恐ろしい。ちょっとね、振り返りますよ。はい、1問目、リンゴ、中身がない。中身がない。ちょっとこのさ、思い返し必要。思い返し一番きついんだけど、俺。携帯が2つになった。どういうことだよ。スカイツリー、東京タワーがスカイツリーになんて言った。青より赤だろ。やだやだ。で、音を表すと、マリオのプン。プン。で、サザエさんを一言で言うと、ビッグファミリー。ビッグファミリー。
ちょっとじゃあちょっとさ、俺だけじゃなくてさ、やってくんね一個。俺が一番今今日難しかったなと思ったやつ。あ、じゃあちょっとニカに行って。うん。あ、じゃあはいよ。はい。やるよ。携帯の画面がいきなり5秒のカウント始まりました。はいはいはい。カウント後何が起きる？はい。二階堂編。5、4、3、2、1。スティーブ・ジョブズが出てくる。玉切れです。早いね。なんだよ。早いね。なるほどね。恐ろしいね。このエンターテインメント良さそうだけどね。恐ろしいね。ジョブスさんが出てくる。ジョブスさんがブンって出てくる。エンタメだね。エンタメ。エンタメですね。面白いなこのコーナー。これはね、タモリさん来るときにね、毎回やっぱ欲しいんだよね、呼び込みね。だいぶ鍛えられんじゃない？メールアドレスちょっと伝えておきますよ。kmf@allnightnippon.com。kmf@allnightnippon.com。たくさんのメールをお待ちしております。鍛えられるよ。優しいのでお願いします。面白い。All Night Nippon Premium。 さあこの時間でね、一部の金方とは終わらになってしまうわけですけどね。タモリさん今もう玉切りの後、はい、げんなりしてね、うん、どうしました？いやいや、ちょっとやっぱ不発だったかな。よかったと思うよ。何にへこんでんのか分かんないけどへこんでるって言ったもんね。そうなんだよ、何にへこんでんだろうってぐらいへこんでんだよ。出たからよかったよね。もう一円のりも中身もない。やめろやめろやめろ、もう折り返さないでくれ。なんで一円なのか、ね、中身が中身がよかったよ。よかった、うん、なんかどっちかって二階堂さんのジョブズが出てくるのがよく分かんないカウントダウンでジョブズさんが出てくるのか、ゴールドさんにとシリ的なノリで、シリ的なね、想像したら面白いけどね。シリ的なノリでジョブが出てくる。ジョブさんがね、よかったよ、ありがとうございますね。いやこれはね、鍛えられますよ。鍛えられるね、これ大変だチーム。ちょっと首赤くなるよね、玉切りの時さ。そうなんだよね、使い切ったわ反動で。また今日ゲームいっぱいやっちゃうんじゃない？ゲームやるね、この反動で打ちまくる、打ちまくるわ。敵倒してくるわ。でもなんかどんどんメール欲しいな、玉切りに関しては。せっかくだって良い子の玉口さんからさ、ね、いやいや続けさせてくださいよ、頑張りますよ、ね、はい、結構楽しみにしてると多いんじゃない？玉切りは一番、いやもう本当優しく見守ってくれればいいですよ、うん、まあね、でも俺ももう人に振るっていう技を一個覚えたから、自分が本当困ってやべえなって時は振らせてもらえますわ。でも玉森のコーナーだからね。そうよ、一応全部言いますけど、うん、一応言った上でね、うん、さあどう成長していくのかね、楽しみだね、はい、さあそれではこの時間で一部の放送局で大きなあなたとはお別れです。来週もよろしくお願いします。引き続きお聞きいただける方はこの後もよろしくお願いいたします。お願いします。聞いててください。 Kiss my foot too.All night. Nippon. Premium.キスマイフット2のオールナイトニッポンプレミアム。今夜は北山、玉森、二階堂の3人でお送りします。お願いします。お願いします。さあ、ちょっと先週はですね、千賀さんに電話してしまったので、メールが溜まっているということで、こちらのコーナーに行きましょう。キスマイレシートプロファイリング。買い物のレシート写真をメールに添付して送ってもらい、僕たちがプロファイリング、買い物した人の年齢、人物、性格などを当てていきたいと思います。それでは早速参りましょう。難しいとき超難しいからね。難しいんだよね。何？ほうほう、何屋さんだ？赤ちゃん本舗。マギー、無添加コンソメ。コンソメ？コンソメ、食べ物。ソフトふりかけしらすわかめ。うん。里芋の鶏そぼろ煮。なんか体に良さそうなのばっかりだな。鶏レバー、野菜トマト煮、鶏と野菜の中華あんかけ、うん、牛そぼろの肉じゃが。これ普通にご飯じゃないの？たださ、値段が異常に安くないか。安いね。確かに100円とかだよ。鶏そぼろ、牛そぼろの肉じゃが100円？ねえ、
肉じゃがも100円。安すぎじゃない？え？安い安い絶対。すごい少ないのかな？あ、あ。何？待って、これ時間も出てるね、ちゃんと。13時54分。まあ、買い物時だろうね。そこ関係ありました？関係ありました。だから、主婦だ。主婦。なるほどね、うん。一通りお家のことやって。やって、子供を帰ってくる前なのかな？後なのか前かな？うんうんうん、買い物終わらしとこう。夜ご飯の買い物しとかないと。うん。いやだ、俺値段が気になるのよ。めちゃめちゃ安いな。俺、これいいっすか？はい。いいっすか？うん。俺、ペットとかじゃない。ワンコとかの。え？ご飯。最近なんかすごそうじゃん。なんかオムライスみたいなやつとかさ、カフェとか行ってさ、うん、ワンコセットみたいのでさ、うんうんうん、なんか、もうそんなの出んのみたいな。そんな食うワンコ。あるあるある。みたいな。うん、セレブ犬みたいな。セレブ犬。でもさ、にしても値段が安すぎじゃない？だからちょっとずつみたいなさ。一口サイズ？あ、そっか。もうちょっと、もうちょっと儲かるか、ワンコは。逆にもうちょっと高いんじゃない？だから。そういうなんか。なんだろう。頭いい人だな、これな。836円。合計で1056円払って、この払い方できる人って俺すげえ頭いい人だと思う。計220円でお釣り返ってくる。ちゃんとお釣りのさ、あの細かいのが来ないようにさ、ちゃんと計算してるな。計算できる人だ。確かに性格も結構きちっとしたタイプかもしれない。きちっとした人だね。俺もこれがあったら全部もう6円ぐらいしかだってやんないもん、ね、もうすぐ1000円出しちゃうもん。こういうのしかも836円買って今回のポイントが貯まるのが15ポイントでしょ、うん、前回のポイントが473ポイントから現在のポイント480。だからここで相当買い物してるよ。なるほどね、うん、行きつけのお店なんじゃない。ポイントも集めちゃってんだ。これはね、主婦ね、主婦だと思う。主婦だと思う俺、うん、でちゃんとその玉森さんが言うように計算高い、計算高い、計算高い、計算がしっかりしてる主婦ね。カチッとした人、カチッとした人。確かにそれはあるかもしんないね。それでいいですか、うん、36歳。俺20代後半ぐらいかな。20代後半。20代後半でこんななんかで、ちゃんとしてる子はいるかもしれんけど。主婦ってなったらさ、やっぱもう意識も変わってくると思うのよ、人としても。やっぱ。やっぱこういうのもできちゃうんじゃないかなって。じゃあ、俺は、一個もう一個あげていいですか。はい、何？一人暮らしの。うわ。女の子とか。あー、いやー、だから逆にだから20代前半とかでちゃんと節約して、節約して安いところを見つけて、うん、この冷凍とかするわけよ、うん、分けて。いやー、一人暮らし説もあるね。ちょっとチンしてね、それでこうちゃんとせっせと生活してるんじゃないかな、俺は。23歳ぐらいの女子。なるほどね。面白いプロファイリング。さあ正解は、はい、さっき年齢なんて言いました？36歳。私は21歳の主婦です。あ、全然遠いこのレシートは娘の離乳食を買いに行った際のレシート。離乳食だからか。離乳食ってものすごい種類があるんですよ、うん、最初は絶対手作りじゃダメと思っていました。手作りじゃないとダメだと思っていましたが、うん、頑張って作っても食べてくれなかったり、作ってる間に泣いちゃったりして失敗したりと、離乳食にはかなり悩んでいました。そうなんだ。しかし母が通販のものを使ってもいいんじゃないのと言ってくれたことで、離乳食の悩みがなくなってストレスもなくなりました。はあ、うん、母が市販のものを使ってもいいか。離乳食作ってた時間を遊びに回せるし、娘の笑顔も増えた気がします。まだ若いし周りには心配されることも多いけど、頑張って母親してます。うわー、ちゃんとしてる。すごい、21歳か。うわー、ちゃんとしてるな。もうさ、21歳でもさ、母ちゃんは母ちゃんなんだよな。母ちゃんだね。これすごいよな。すげえ。ちゃんとしてるわ。うん、頑張ってほしいな。これね。若いけど。頑張ってほしい、ね。面白い。面白いわ、これ。ね。まだまだある？行きましょうか。サンデー。サンデー。スティックのり。カッターマット。スーパーメイクシート S。オルファデザインナイフ。プラスチック用プライマプライマ、うん、なんだ、蛍光塗料スプレー30、うん、ラッカースプレー、なんだ、あ、ラッカーってなんだっけ、なんか聞いたことあるな、ラッカースプレーって。ん、これって何を、結構高くない？スーパーメイクシート S 797円、
プラスチック用プライマー897。蛍光塗料ね。だからこうホームセンターみたいなところなんじゃないの。そうか、値段の高さも。そうか、なんか作る人じゃん。あれじゃない、 DIY。 DIY をする人、お父さん。ああ。スティックのりってことはなんかつけるでしょ。くっつけるんじゃないの。確かにそうね。カッターマットとメイクシートって、なんスーパーメイクシート。壁紙じゃない、壁紙のことじゃないの。なんか俺蛍光塗料とかってなんかメイクシートとかではみ出たとこ拭いたりとかできるのかな。蛍光塗料スプレー、メイクみたいなやつで落ちたりしないのかな。あ、そういう使い方、まあ、ありそうじゃない。あ、なるほどね。なんだろう、蛍光塗料スプレーがめっちゃ気になる。んー、これ難しいな。ラッカースプレーってなんかすごい聞いたことあるんだけど、なんだっけ。車系ミニ四駆。ミニ四駆のスティックより使い全然すぐ取れちゃう。待って、なんだっけ。男性だと思うな。男性っぽいよね。男性じゃない。だこれ職業に関係してんのか、プライベートなのか。趣味じゃん。趣味趣味かな。趣味だと思うぞ。ナイフとか買ってるもんな。プラスチック用プライマー。お、なんか玉森くん少し関係あり。俺関係あり。え、趣味。趣味何。ゲーム。あとは釣り。あ釣り。え、関係ない。釣りはでもさ、作るもん。昔だって。昔俺関係あった。なんだ、何やってた、何で遊んでた。あ、もしかしてなんだ。サバサーフボード。いや、サーフボード。サーフィン作るか。ボード作る人いるじゃん。ボードにさ、なんか貼ったりしないの。カーボンみたいな。いや、でもさ、ナイフとかも使っちゃってるよ。切るんだよ、切るんですよ。デザインシートを切ったり。え、サーファーさん。スティックのりがね、結構ミソだね、これ。なんじゃ待って、俺に関係してることちょっとちょうだいよ。サーフィン、釣り、昔の趣味ってこと。サバゲー。大喜利は違う。大喜利違う。昔洋服。服好きじゃん。昔でもないよね、でもね。あれ、玉森昔何やってたっけ。いや、特にしてないよ。服デザインとかじゃないの、これ。切ったりスティックのりが気になるんだよな。でもスプレーとかさ、なんかどっちかって言ったらあの布とか買ってるんじゃない。したら、あ、そっか、生地。なんだろうな、男性か女性かも分かんない。今も横尾富士街もなんか関係してるっぽいよ。え、じゃあサーフィンじゃん。じゃあサーフィンでしょ。いきますか、うん。福島県アッキーナさん28歳。実はこの買い物は私ではなく旦那が使うために買ったものです。ほら、うちの旦那はサーファーで、ほら、新しく買ったサーフボードに自分でデザインしたいそうで、それに必要な道具です。スーパーメイクシートというのは本来は壁に貼るシール状のシートで、これを好きなデザインに切り抜いてそれをボードに貼り、その上からスプレーしてペイントするそうです。下の3つはペイント用のスプレーなのですが、意外と高くてびっくりしました。横尾さん、藤ヶ谷さん、田森さん、皆さんもサーファーだと思いますが、ボードを自分でデザインしたことはありますか。ほら、なるほど、もうデザインする方か。そうだね、そっちまで行ったか。俺はちょっと板の方行っちゃったけど。あー、なるほど。そこまではしたことなかったな。でもなんかやってみたいとかないな。いや、俺ね、昔やったのよ、実際。おう、うん。けどこういうさ、実際ちゃんとした道具を揃えるっていうのが分かんなくて、スプレーだけでやっちゃったのよ。なるほどね。でも全然かっこよくもなかったし乗り心地も、乗り心地はまあそんな変わんないけど、なんか落書きしちゃったみたいになっちゃって。こういうのやっぱ使わなきゃダメなんだね。ね、ちゃんとそれ専用の道具があるんだね。うん、だ好きな人は本当好きだもんね、サーフィン。朝起きてさ、こだわりがあるからね。寒いのに、すっげえ寒いのに冬でも行ったりするじゃん。それがサーファーでしたね。そうね、面白いな。面白かったわ、これ面白いな。はい、皆さんもね、買い物レシートを写真に撮って送ってください。お願いします。答えにはなぜその買い物をしたのか、そしてあなたの簡単なプロフィールも書いておいてください。受付メールアドレスはこちら、 kmf@allnightnippon.com、
kmf@allnightnippon.com。 たくさんのレシート写真待ってます。俺ねすごいねこれやっぱ気になってる映画のね、うん、やっぱ見たいなと思ってるのか、ちょっと一曲ね、ボヘミアンラプソディのオリジナルサウンドトラックからクイーンで Don't Stop Me Now。 Tonight I'm goneさあ、先ほどのね、はい、ちょっと玉切りの感想来てますよ。感想って怖いな。琴葉さん、中さんですね、新潟県。玉ちゃん、はい、いつも通り良かったと思います。ほら、もう優しい人だ。ただ、ニカちゃんのスティーブ・ジョブズ、意味わからない。玉森のファンだな。なんだ中さんの。中学3年生。中さんの女の子か。ありがたいな。ありがたいね。慰めてもらっちったよ。もうさ、俺もずっと気になってることがあるんだけど、うん、あ、今千賀何やってんのかな。確かにね、俺もちょっとね気になってる。千賀さん、ちょっと構えてんじゃないの逆に。いやどうだろうね。でもいやあいつさ結構さマジで2日ぐらいしたら忘れるタイプじゃん。確かにね。全然覚えてないと思う。多分覚えてないでしょ。うん、ちょっと懲りずにやってみる。かけて、あ、じゃあもうマネージャーさんの電話だとバレるから。そうそうそう、多分ね、うん、またしたら。ミカからかける。俺がかける。かける。え、何？何て言う？何やってんの？何やってんの？何やってんの？あ、俺、あ、今さ、たまたま千賀のこと、で、外だったら、うん、俺さ、今ちょっと千賀のこと見えてんだけど、みたいな。うん、あ、いいね、いいね。あ、そっちじゃない、そっちじゃない。そっちやつ。あ、かけ、かけ。いくよ。かけます。千賀さん。いける？うまくだから場所とか服装とか聞き出したいよね。うん、出るかな。出る。この間もねすぐかけ直してきたんだよね。うん。いやもうこれもしかしたら一回あれ？あれって なぜこの時間にって。ただいま電話に出ることです。気になって仕方ない。やばい。なるほど。やばい。あとでかけ直してくんのかな。どうだろうね。ちょっと待ってみようか。大体どうだろう、うん、あいつに2回かけた方が。でもすぐにかけた方が何かあったのかなと思ったら。そうだよね。もう一回かけるじゃん。もしそのさっきの今見えてんだけどだったら。うん、もしもし。あ、もしもし、ごめんね、お疲れ。うん、うん。あれ、線が今どこにいる？家。あ、お家にいるんだ。ごめんごめん。疲れてる？なんか。なんで？いや、なんか声がなんか眠そうだなと思って。そう？うん。いや、全然。今お家にいて。うん。ルイボスティー飲んでたよ。え？何？ルイボスティー飲んでたよ。大人じゃん。なんかいつもと違うね。誰が？あ、うん、別に。いや、さっきさ、外出かけてた。え？さっき外出かけてた。うん。あれ、てか、じゃあ似てる人か。ちょっと、あれ、線画っぽいなっていうのちょっと見たから。あれだった。うん。今、なんか、1時間ぐらい寝てた。あ、ね、ごめんごめん、起こしちゃった、じゃあ。え、全然いいよ。ほんと？うん。で、今何飲んでんの？レイボスティー。大人じゃん。いいね。ちょっと待って。うん。どうした？ね、これラジオ。何やってん？今さ、思い出したよ。うん。あ、今日金曜日だって。うん。わかった、ラジオだ、これ。鋭いな。鋭いね。大人なの飲んでんじゃん。ねえ。最悪だ。どんな格好なの？どんな格好？どんな格好してんの今？いやいやいや。普通だよ。どんな？なんかジャージ。ジャージ。ジャージ？部屋着みたいな。部屋着。じゃあファックスで送ってよじゃあその写真。その写真ファックスで送ってよじゃあ。写メで送ってしょ。からかうなよ。やったじゃん、またラジオ出れてるじゃん。ほぼ今からね、家族でご飯行こうと思ってたのよ。何食べんの？
何食べんの？和食。あ、和食？へえ。俺らも行こうかじゃあ、うん。終わったら。終わったらじゃあ行っていい？仕事しな。え？仕事しな。終わったら行っていいじゃんラジオ。いやいいよいいよ、家族で食べたいもん今日。家族で食べるよ。和食を？高いだよ。え、高いのその和食？なんかお母さんがおごってって言うから。うん。今日さ。うん。ファミリーの日って知ってる？お、お、それ知らない。いや、こっちの展開としては、勤労感謝の日と、うん、あとゲームの日っていうので。あー、そうなんだ。今日は、うん、昨日がさ、1122でさ、いい夫婦の日じゃん。うん、今日は1123でいいファミリーの日なの。なんでいきなりファーが来たの？ファーが来たの？なんでいいまでわかるけど、うん、なんでいきなりファー来たの？いや、ぶっちゃけ俺もよくわかんないよ。ぶっちゃけ俺もよくわかんないけど、お母さんがそうやって言ってきたからさ。だからなんか、じゃあ行こうかって話になって。皆さん今、ラジオ出演してますか？してるよ。生放送ですよ。そうだよね。うん、いや、ちょっとごめんごめん。俺もちょっと、なんか、ぼやっとしてるね。ぼやっとしてる。やばいやばいやばい。なんかちょっとね、全国。もうさ、てかさ、早くない？その2回目が。いや、シンプルに。嫌なの？嫌なの？いや、嫌とかじゃない。いや、うん、嫌とかじゃないけどさ。何なの？嫌だったの？うん。じゃあ、もう書けないよ、そしたら。ねえ、もういい、書けよ。書けて。だからちょっとさ、うん、今、タマいるんだよ。うん。ヤホー、センちゃん。センちゃん、ちょっと。一個さ、一個俺からお題出すからさ、すぐ答えてほしいんだけどさ、いい？お題出して。どうぞ。いくよ。どどん。携帯見てたら、急に画面が変わり、カウントダウンが始まった。5秒後に何が起こった？うん。それ？うん。5秒後に？4。あ、3。早くしないと終わっちゃうよ。2。早く。終わっちゃう。1。花火。玉切れでーす。玉切れでーす。玉切れか。じゃあちょっと家族でご飯的な。うん。ごめんね急に。うん。全然。サボリーノ。All night. Nippon. Premium. Kiss my foot too.時刻は夜8時になりました。キスマイフット2のオールナイトニッポンプレミアム。今夜は北山、玉森、二階堂の3人でお送りしております。ありがとうございます。やっぱ千賀さん面白いねという感じ。面白い。ねえ。うん。このタイミングルイボスティーを飲んでるっていうだけで、ね、うん、だけで笑い取れるのすごいですね。ルイボスティーがまず出てこないもんね。しかも寝起きでしょ？寝起きのルイボスティーでしょ？やばいね。相当洒落てるな。セレブリティだね。ねえ。さあ最後の30分はちょっとぐーっとリスナーのあなたに寄り添っていきましょう。はい、お送りするコーナーはこちら、キスマイ男塾。いいね。どん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 。さあ男子限定企画でございます、はい、男子の恋や悩みに真剣に向き合っていきたいと思います。はい、はい、ですね、なんと先々週のちょっとリアクションが来てるんですけども、まあ相談内容は、はい、ライオネス春日さん、はい、ね、43歳神奈川県トラックドライバーで、納品しに行く場所でよく会う女性トラックドライバーに恋をした。あら、いいね。相手は30代前半ぐらい、車ですれ違う時に目も合わせられず、この年になってもドキドキするだけ、どうしたらいい？ということでね。いいね。まあアドバイスしたんですよ、僕たちの僕たちはね、はい、そしたら缶コーヒーを買ってちょっと渡すとか、きっかけ作ったらどうだということで、いいね、まあ、それに対して紹介できなかったんですけど、まあ、こんなメールが来てましたということですね。アミさん、愛知県19歳。私は人見知りなので、話しかけてくれるのとか、とても嬉しいです。缶コーヒーとかでお疲れ様って、私的にはキュンってします。私の母も40歳なんですが、いつも配送さんに、もらう飲み物やお菓子など嬉しそうにもらってくるので、いいね、どの年でも嬉しいと思います。ありがとうございます。キュンキュンだ。うん。ピーチタンタンさん、19歳、東京都。うん、私、トラックドライバーの補助のバイトをしていますが、気軽に声をかけて挨拶している方多いですよ。挨拶してくれる方多いですよ。うん、でも缶コーヒーをもらうと、え、なんでってなります。私が前もらったのはモンブラン味の飲み物でした。なるほどな。缶コーヒーだってことなのかな、これはね。
まあ、そうだね、観光費もらってええなんでってなったんだ。まあそうだよね、19歳っていうのもあるのかもしれないけど ね、 ね、うん、これね、さらにね、うん、ライオネス春日さんから、うん、本人からもちょっとリアクション届いてるんですよ。進展してるんですよ、その後が。はい、読みますね。ライオネス春日です。キスマイフットの皆さんにアドバイスをしていただき感無量です。先日納品場所で後ろのトラックを先に行かせるため声かけたら、その女性でした。おお、頭に血が上り、お先にどうぞしか言えなく、その方もこくりとうなずくだけでした、うん。そこでホットミルクティー、ミルクティーを買い、ポケットに忍ばせたのですが、ポケットに手を入れながらでも緊張し、手が震えており、顔もこわばり、いつの間にか落としてしまいました。あちゃ、もちろん相手は私のことは知らないので、気にもされずでした。缶はへこみ、自分で飲みました。相手の名前も既婚者、かっこ指輪もなかったかも、うん、なかったですが、かもわかりませんが、うん、少しずつ近づけるようになれたらいいなと思いました。なるほど。その時のココアホットミルクティー。ホットミルクティー、どんな味したんだろうな。でも、じゃあ、げるために買ってさ、ちょっとなんか悲しいけど、うん、でも、その時にふと、あ、チャンスだと思って、俺たちがなんか飲み物あげたらっていうのを、うん、行動してくれようとしたっていうのが。いいね。うん、あとちょっとだな。あとちょっと、でもそれ絶対次いけるんじゃない？一回挑戦しようとしてるから。そう、だからさ、もう、緊張して、もう震えて、ミルクティー落としちゃうぐらいだから。落としちゃうぐらい。こんなんだよ。もうブルブルよ。ブルブルなんだよね。会いたいな。いいね。でも良くも悪くもさ、まだ何も起きてないから。ね。全然次につなげられるよね。そうなんですよ。これなんか相手の女性とか気づいて聞いててくんねえかな、偶然さ。あれ、私のことじゃないかな、みたいな。ねえ。これ頑張って。いやいい報告聞きたいな。ね。そうだよね。ちょっとね、引き続き ライオネスさんね、うん、ちょっと何かあったらメールくださいね。さあ次のいきましょうか。ルビオさん27歳、東京都多摩市ですね。近所のスーパーで働いているおそらく20歳頃の女の子に恋しています。一人暮らしの僕はほぼ毎日ほぼ毎晩何かを買いに行きます。特に料理を作るわけでもないのに、わけじゃないのにおしゃれだと思われたいので、無駄にアボカドを買ってみたり、鶏ささみを買ったり、自炊できる男を演じています。以前レジで毎日大変ですねと 声をかけたことはあるのですが、それ以上進展はありません。レジのスーパーの女の子、どうやったら恋を進められるでしょうか。なるほど。わースーパーのレジだって。なるほどな。どうやってアプローチかけるんだろう。確かになー、これって難しいよね。変なことばっか考えちゃうわ。ちょっとそれください。なんかさ、あのピッてやるやつあるじゃん。、うん、あれをさ、ちょっと僕の胸に当ててくれませんかってピッてやって、えみたいになるじゃん、うん、この気持ちプライスレスですみたいな。なんか値段出ました。値段出ました。値段出ました。タモリさん、これ玉切りのコーナーじゃないですよ。コーナーになっちゃってるから。違うか。違うんだな。ユーモアある人だなって思われるか、ガチでもドン引かれるか、ね、ドン引かれるか、まあどっちかだよね。そうだな、これ難しいな。難しい。でも毎晩行って会うってことは夜遅くまで働いてるじゃん、うん、でも夜一人で帰ったりしてんのかな、だからその女性は。まあ、そうじゃない、そこまではね。いや、ある程度行動パターンはを分かるのはいいけど、それをさ、こう統一、何、そう、ね、分かりすぎるとちょっとな、ね、難しいじゃん。そうね、ストーカーっぽくなっちゃうみたいなさ、うん、だから変になんかちょこちょこ話しかけて、あ、なんかこの人怪しいなって思われたらもうさ、それはもうダメじゃん、うん、だから楽しい方向に振り切るか。いや、絶対胸のピー押してるよ。胸のピーはないにしろさ、なんかありそうじゃない。あ、この人来た、今日も楽しくなりそうだなって思ってくれそうな、なんか。俺ね、これ分かった。友達連れてくだ。友達？友達？うん、男友達2人で行くんだ。うん、で、普通のこの男同士の会話の中からなんとなく入れる最初。ああ、その女レジの女性をね。そう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 。これセールだったね。これ安いじゃん。こういうの、いつもこれ買った、こういうのどういうの食べんの？とか言ってなんか話しかけちゃって。うん、で、そしたらその友達にそれを演じてもらって、まあやめろよ、働いてんだから。お前やめろよ。うわー、それなんかやだな。
なんかダセーなぁ。なんか。周りくでーなぁ。うっそー。なんか。周り固めちゃえばいいじゃん。固め、ガチガチに。いや、なんかさ、冷やかされてるとか思っちゃったりするんじゃないの？やっぱ若い子でしょ？ 20 代。20歳頃の。なんか冷やかされちゃってんじゃないかって思って。言われてもね、じゃあもうストレートです、ストレート。ストレートに P でいいんじゃない？心臓に。ストレートで P じゃない。それ多分俺とほぼ変わんねえぞ。あ、なんかもう反応来ましたか？え？早いな。感想。大阪府、玉線食べたい、あやちゃんさん、うん。私も店員さんに一目惚れして、次会ったことあります。ポイントカードの話とかから始めて、徐々に仲良くなりました。おポイントカードだ共通の話題だろうな。え、そうだね、今この方は女性？あやちゃんさん。女性が男性にってことか？多分今みたいな。そうだと思うよ。ポイントカードとかの話。いや、なんかさ、女性から行く分にはさ、いろいろとさ、うん、緩くなるじゃない、うん。ハードル低いよね。ハードル低いからさ、うん。女の子って結構みんなガード固めじゃん。そう。そうだね。高いし。硬いからさ、男性は大変だよね。もうなんかはっきり言うのが一番いいのかな、こういうのは。どうだろうな。どうなの？夜いつも一人で帰ってますか？危ないですよ。うん、今度一緒に帰りますよ。いやいや、怖い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 。そうか、だ、俺、俺以下だね。今んとこ一番最低な意見。もう一個もう一個。あの、バーコードのとこピッてやるじゃない。そこにさ、手紙をくっつけといてさ、うん、あれピッできないな、みたいになって。え、何これみたいになって、手紙をちょっと読んでもらうみたいな。どなんピから離れる。でもちょっとそれユーモアあるな。え、絶対友達だからいた方がいいって。友達、それは俺は、俺は俺うまくできればね、それいいね。だこの子、この人面白い人なんだって思ってくれればさ、うん、なんかちょっと次話しかけやすいじゃん、うん、確かに確かに。でもさ、怖いとかならない？男二人。俺だったら料理しますか、得意料理なんですか、うん、って聞いて、もう一回レジから離れて、その食材入れて、じゃあ今日僕これ作ってあげましょうかって。やべえよ、やべえよ。一発目でしょ。一発目。お店辞めちゃったらどうするの、それ。難しいなぁ。どれだろう。だからあれじゃない？なんか、いつも、何作っていいか分かんないんですよ。ああ。だからなんか、食べたいものとかあります？食べたいもの、なんか好きな料理とかなんすか、得意な料理とか、なんかそれでいいのよ、うん、そしたら次行った時にその食材を買ってみるのよ。その日じゃダメよ。ああ、その日じゃダメ、うん、違う日にその作ってみて、それのなんか感想を言うみたいな。ああ、なるほどね、なるほどね。うん、じゃあそれ結構続くね。この間僕こんなの作ってみたんですけど美味しかったですよ、今度作ってみてください。でまた会ったら、もし作ってたらレジの女性がね、私も作ってみました、美味しかった。それなんかでもすごいドラマチックだね。そう、なんか、うん、だから要はおすすめの料理を聞くのよ、向こうの。いいね、なるほどね。うん、なんか食材とかも知ってそうじゃん、なんか今日あれ安いですよ、うん、みたいな、うん、なんかそれがうまくさ、日韓になってったね、うん。あ、もう一個できた、もう一個浮かんだ。で、大喜利か、んどうぞ。服にさ、バーコードのさ、リーダー。ピー離れろ。違う。今結構いいよ、うん。バーコードついてもらって、ここピーしてもらっていいですかから始まって、うん、ピーしたらさ、普通は値段出るじゃん、うん。やっぱここちょっと文字が出るようなさ、バーコード作ってもらって、うん、ここの表示に、値段とかの表示に、好きですって。どうかな。どうかな。どうかな。サーモさん、多分それね、うん、ダメです。ダメか。玉切りがね、続いててる、うん、後遺症が、後遺症だね、それね。そうか。玉切りのね。俺、面白い系がいいかなと思っちゃった。ねえ、うん。いろいろやり方ありそうだね。なんかちょっと一個出してあげようよ。なんか、その提示として。なんとなく今、いろいろさ、うん、でも俺、その意見交換は続くと思うよ。献立の話ね。そうそうそう、うん。そしたらいいかな、ね、うん。でも本人なんか料理できる風にやってるって言ってるけどね。いや、だからそれで下手くそでもいいんだよ。いや、やることが意味があるから。あ、で失敗したら失敗しちゃったそう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 言えばいいんだよ、ね、うん。あ、それいいかもしれないな。さあ、こんな感じでこのコーナーでは男子からのメールを募集しています。恋愛相談以外でも OK です。家庭の悩み、バイト、就活などなど、相談したいことがあればどんなことでも結構です。電話 OK という方は電話番号も書いてください。受付メールアドレスは kmf@allnightnippon.com kmf@allnightnippon.com 件名の欄に男塾と書いてください。さあ、ここで一曲お送りしたいと思います。
ウルフルズで暴れだす。キスマイフット2のオールナイトニッポンプレミアム、最後はこちらのコーナーです。あなたに代わってありがとう。このコーナーでは言えなかったありがとうの気持ちを僕らキスマイフット2のメンバーがあなたに代わって大切な人に思いを届けます。はい、東京都31歳、ラジオネームけいこさん。私がありがとうと伝えたいのは姉です。中学2年の時、思春期特有のいじめに遭いました。昨日まで話していた友達が話してくれなくなり、学校に行くのが怖くなりました。心配をかけたくなくて両親に相談もできず、腹痛に耐えながら学校に通う日々、恐怖しかなかった。そんな私の変化に気づいたのは姉でした。元気ないけどどうした？と言われ、泣きながら学校に行きたくないと話す私を抱きしめ、姉はあと1日頑張ってごらん、それでダメならお父さんと先生に私が話してあげるからと言ってくれました。味方になってくれる人がいるという安心感が背中を押してくれて、そこからは部活も出れるようになったし、怯えなくなった私を見てか、呼び出しやいじめはなくなりました。私が辛かった時、気づいてくれて味方になってくれてありがとう。しゃもで明日もでした。ねえ、やっぱりいじめっていうのはね、いじめはね、いつの時代もあるよね。なくならないよね、本当に。最近のそのこのいじめっていうのはやっぱ SNS とか絡んできて結構、いやそうじゃない、より怖いだろうね。面と向かってはやらない、ちょっとしたな。そう、面と向かってできないなら やるなよ、ね。まあね、喧嘩にもなんないじゃん。喧嘩、まあそうね。しかも思春期とかだとさ、そう特にやっぱ気にするじゃない、いろいろと、うん、だから辛いだろうね。まあね、なんかそれこそもうそこでしか自分の社会はないみたいな感じになると全然そんなこともないし、うん、でいじめられちゃってる子って相談しないんだよね、なかなか。原因が分かんなかったりとかってもあるんじゃないの、うん、いや、めっちゃいいお姉ちゃんだよね。いいお姉ちゃんだね。めっちゃいいお姉ちゃん、かっこいいよ、ね、うん、そういう兄弟愛だよね。兄弟愛だね、うん、うん、あんまりなんかでも兄弟いるじゃない。兄弟いるよ、弟、うん、声も声いや俺より背でかいしさ、体も超でかいのよ。だから喋る時もさ、俺は見上げなきゃいけないんだ。そんなでかくなったの？でかい、でかい。そんなでかくなったの？俺会ったことあるよね。あるある。俺もある。俺よりちっちゃかった。あるある。全然ちっちゃかったでしょ、チビだったの。もう80今いくつあるんだろうってぐらい、後半の方行ってんのかなってぐらい。そんなでけえの？でかいんだよ。でもそのくせでかいのに兄ちゃんって呼ぶからさ、ちょっと怖い、なんかドキッとしちゃうの。何？怯える兄もいる。怯える兄もいる。うん。まあね、いじめはかっこよくないから。かっこよくないよね。何も胸張れないもんね。そうなんですよ。うん、そういうのでも即座にやめた方がいい。即座にね、俺の姉ちゃんも昔いじめられてた。うん、いじめられてた、小学校の頃かな。親父と母ちゃんが気づいて、うん、親父と母ちゃんが小学校乗り込んで、え、いじめてた側の子を追っかけ回してた。根性あるなって。まあでもそれぐらいやってもいい親だったら。全然ね。いやだって親になってないから分かんないけど、自分の子がいじめですごい悩んじゃったりしてたら、そうだね、むかつくとかじゃないよね多分。まあね、守んなきゃってない、うん、追っかけ回してた、裸足で。なるほどね。なかなかそういう、ね、そういうこともできないね。今時代になってきちゃってるからね。違うと思いますけどもね。はい、このコーナーであなたが言えなかったありがとうの気持ちをお待ちしております。誰にどんな思いを伝えたいのかを書いてください。受付メールアドレスは kmf@allnightnippon.com、 kmf@allnightnippon.com、 件名の欄にありがとうと書いてください。It's my foot, too.
All Night Nippon Premium。 さあ、そうそうね、お別れのお時間であっという間ですね。でさっきちょっと男塾の方で、ね、うん、読ませていただきましたけど感想が来ております。大阪府21歳ほのかさん。私はパン屋で働いているんですが、男の人にお姉さんいつも何時頃いてるんですかとか、明日はいますかって聞かれたことがありますか、が正直怖かったです。ああ、ほらやっぱじゃダメなんだ。ミツのさっきの友達作戦は多分怖いよ。怖いわ。いや、これだガチで行き過ぎたんじゃないか。俺のも怖いわ。そしたら帰り大丈夫。いやでもピも怖いわ。いやピが一番安パイじゃないから。ピも怖あ、ピも来てますよ。福島県23歳ゆきなさん。スーパーのレジで働いていたことあります。たまちゃん、うん、そんな胸にピなんていう男性がいたら即店長に報告しますよ。ダメかダメか、ダメです。やべえやべえやついる、胸にピしてくれっていう。おかしな人来ました、うん、なるよね。なるほど。三重県ゆいなさん。レジで男友達と話すのは冷やかしだと思われますよ。ああほら、私もレジするときはあるのですが、そんな人来たら嫌です。全然参考になってないね。そうなんだ、どれも刺さってないの。まずいぞまずいぞまずいぞ。千葉県ゆうこさん29歳。私の友達がスーパーで働いていて、お客さんから告白されて付き合った子がいました。お疲れ様から始まり、だんだんと話すようになり、飲み物とか差し入れされてプライベートの話をするようになってから、この後ご飯でも始まったと話していました。後々聞いたらレジを通すときにお客さんが並ばない時間帯にわざわざ来ていたらしいです。よかった。うわー、そういう配慮もしてた。だから並ばない、忙しくないところを狙って、うん、ちゃんと一言二言会話できる。それにしようよ。飲み物差し入れとか、あ、まあ、そう、結局コーヒー、コーヒー、ホットミルクティー、うーん、そういうことなんですね。なるほどね。ちょっとどうなるか引き続きメールを待っております。はい、うん、お願いします。ね、11月28日ちょっとね、また DVD も発売しますので、はい、こちらもねチェックしていただきたいと思います。はい、さあ、キスマイ、もう終わりですよ。終わり。うん。早く早いとな。ちょっと俺ライオネスさんの気になるな。そうね、トラック運転手さん気になるね。ねえ、会うことあるからね。引き続きメールいただきたいと思います。キスマイトツのオールナイトニッポン、今夜のお相手はキスマイトツの北山博光と山森裕太と二階堂隆でした。また来週、素敵な週末をお過ごしください。バイバーイ、バイバーイ。